はい、こんにちは、116インズです。今回の動画では久々にマリナーズ関連の話をしていきたいなと思っています。少し前にですね、 MLB.com MLB の公式サイトがですね、2021年のプロスペクトランキング、球界全体で上位100人のプロスペクトのランキングを発表しました。で、マリナーズはそのランキングにて上位100人になんと6人もの選手を輩出しまして、 MLB30 球団の中で2番目に多いということになるんですけれども、それだけ現在マリナーズのマイナーが非常に充実していることの裏付けにもなっているかなと思っています。今回はその MLB.com のランキングに入った6人の選手の現在地ですとか、また今後の展望についても話していきたいなと思っています。もしこの動画をご覧の方の中に、これからどのチームを応援しようと迷っている方がいましたら、今マリナーズのマイナー非常に充実していまして、これから明るい未来が待っていることですから、この動画をご覧になって、じゃあマリナーズを応援してみようかなという気持ちになっていただけると幸いです。それでは早速見ていきましょう。さあ、まず1人目、マリナーズの傘下現在1位の選手がジェレッド・ケレニックとなっていまして、今回の MLB.com のランキングでは球界全体で4位という大変高い評価を受けました。昨年のケレニックは MLB.com の同じランキングで11位でしたので、ついにトップ5に入るような素材になったかと個人的にとても感動しているところです。ケレニックは2018年全体6位指名でメッツに入団した外野手なんですけれども、この年のオフにカノー、それからエドウィン・ディアスらとトレードでマリナーズに加入し、その後は順調に成長を遂げてきました。走攻守の全てを平均以上、あるいは非常に高いレベルでこなすことができる5ツールプレイヤーのポテンシャルを持った選手で、特にバッティングの評価が非常に高い選手ですね。広角に打ち分ける器用さも持っていますし、また昨年の代替地でのキャンプでは引っ張り方向のパワーもついてきたという評価を今回のランキングで受けていました。打席でのアプローチも非常に良く、また守備面ではセンターに残れる見立てということから、オールスターのポテンシャルに届く日は近いとまで書かれていました。ディポと GM は先日このケレニックに関して、来季中の昇格の可能性が非常に高いと発言していましたので、これが来季の開幕からなのか、はたまたシーズン途中からの昇格となるのかは分かりませんけれども、マリナーズの再建の中心的な選手がいよいよ MLB デビューするシーズンとなりそうです。そしてこのケレニックの一つ下、5位にランクインしたのがフリロ・ロドリゲスですね。昨年は18位でしたが、今年は5位。マリナーズはトップ5に2人の選手が今回ランクインするという形になりました。ロドリゲスは17年の国際 FA でマリナーズに加入した選手なんですけれども、ケレニックと同様、この選手もバッティング面が非常に評価を受けていまして、特に潜在的なパワーが非常に評価を受けている選手ですね。マイナーの成績からも分かる通り、マイナーでそのパワーが十分に発揮されているとはまだ言い難いんですが、徐々に試合でも発揮できるようになれば、将来的にはシーズン30本というところも十分狙える選手なのかなと思っています。で、守備に関しては両翼向きの選手という評価を受けていまして、将来的にはセンター、ケレニック、ライト、ロドリゲスといったマリナーズの右中間を2人の若手のスター候補の選手が守るという未来も近いうちに見ることができるかもしれませんね。そして今回のランキングにも書いてあったことなんですけれども、ロドリゲスに関しては野球選手としてのツールに加えて、野球への情熱、それから野球を楽しむ姿勢というものが前面に現れている選手となっていまして、そういった姿勢が将来的に彼をスーパースターへと押し上げるんじゃないかというところも記載がされていました。全身で野球への楽しさをアピールする選手といえば、まあ、フランシスコ・リンドアですとか、それから最近ですとフェルナンド・タティス・ジュニアなんかが上がりますけれども、もしかしたら近い将来マリナーズのロドリゲスがそういったスーパースターの仲間入りを果たしているかもしれませんね。ちなみに今回の MLB.com のランキングでは、外野手の中ではケレニックが1位、そしてこのロドリゲスが2位となっているんですけれども、球界の中で最も有望な外野手2人がマリナーズの選手となっていまして、マリナーズの外野の未来めちゃくちゃ明るくなっています。はい、続いて傘下3位、そして全体では31位に入ったのがこちらのエマーソン・ハンコックとなっています。ハンコックは昨年のドラフト全体6位指名を受けた右ピッチャーでして、当初昨年のドラフトの全体1位候補にも名前が上がっていたくらいの選手ではあったんですが、怪我の影響やまたコロナの影響で試合そのものが中止となってしまったため、評価が少々落ちた結果、マリナーズが指名することができた選手です。ハンコックは最速99マイルの速球が一つ魅力なんですけれども、この他にもスライダー、カーブ、チェンジアップと変化球を3つ操ることができて、速球を加えた4球種全てが平均以上のものになるのではないかと非常に期待されています。将来的にはローテーションの上位、もしかしたらエースになり得るポテンシャルを秘めた選手となっていまして、ドラフト直後には代替地のキャンプにも参加して多少プロの空気を経験することができたようですね。今年がいよいよプロデビューとなるわけですけれども、マイナーで期待通りの結果を残していけば、数年以内にシアトルで彼のピッチングを見ることができるかもしれませんね。
ハンコックに関しては正直ドラフトできるとは思っていませんでしたし、彼を指名できただけでもファンとしては非常に嬉しかったわけなんですけれども、次はいよいよマリナーズのユニフォームで大活躍する彼の姿に期待したいです。続いて先ほどのハンコックとほぼ同じ順位で33位にランクインしたのがローガン・ギルバートとなっています。ギルバートは昨年が38位でしたので、ランキングとしては少し上がった形になるんですけれども、おそらく来季 MLB デビューするのではないかと言われています。2018年全体14位指名でマリナーズに入団した選手なんですけれども、ドラフト後は順調に選手としてそして体の面でも成長を遂げていきまして、球速は最速97マイルまで伸びました。速球以外にもスライダー、カーブ、そしてチェンジアップと変化球の質も向上しているところで、またどの球種でもストライクを奪うことができますので、先発投手としての安定した活躍が見込めるのではないかと言われています。昨年の代替地でのキャンプでは投球術に磨きをかけたと評価を受けていまして、これが先発2番手というポテンシャルに届く可能性を上げたのではないかと今回のランキングでは評価を受けました。ギルバートに関しては開幕から先発ローテーションに入るというよりかはシーズン途中での昇格になるんじゃないかと個人的に考えているところではあるんですが、ちょっと欲張れば昨年のブレイブスのイアン・アンダーソンのような活躍を1年目から見せてくれると非常に嬉しいですし、またギルバートのポテンシャルからもそれ自体は可能だと思いますので、ルーキーイヤーからの活躍に期待したいですね。はい、続いてランキングの方、少し下の方になってくるんですが、92位に入ったのがこちらのジョージ・カービーとなっています。カービーは昨年のランキングで100位ジャストでしたので、順位としては少し上げた形にはなるんですけれども、2019年全体20位指名を受けた後にマイナーでも結構いいピッチングを見せたんですが、ただ昨年はマイナーそのものが中止となってしまって、カービーの評価を上げる場がなかったことが今回ランキングがあまり上がらなかった要因なのかなと考えています。カービーに関してはとにかくコマンドの評価が非常に高い選手でして、以前もご紹介したことありますが、2019年にプロデビューしてから23イニングで1つもフォアボールを与えませんでした。コマンドの評価が非常に高い選手ですので、実際に投げるボールに関しては少し評価は落ちる形にはなるんですが、それでも速球は基本的には90マイル前半ながらも最速では98マイル出ますし、また平均以上になり得るスライダー、そしてカーブも持っていますので、こちらも先発ローテーションの中で安定した活躍が見込める選手なのかなと考えています。とにかくコマンドが良く、まとまったピッチングができますので、マイナーの各階層をかなり速いスピードで昇格していく可能性もあるのではないかと今回のランキングでは書かれていました。カービーに関してはこの前に紹介したハンコックやギルバートのようにエースクラスですとか、あるいはローテーションの上位クラスにはおそらくならないとは思うんですけれども、ただかなりレベルの高い先発ローテーションの3番手あるいは4番手クラスには十分なれると思いますので、2019年のほんのわずかな期間でマイナーで見せたピッチングを2021年も続けることができるかが一つポイントとなってきそうです。そして最後6人目、そして100位ジャストにランクインしたのがテイラー・トランメル。トランメルは2016年全体35位指名でレッズに入団した選手なんですけれども、その後パドレスへ移籍した後、昨年オースティン・ノラとのトレードでパドレスから加入した外野手となっています。トランメルに関してはスピードが非常に魅力的な外野手となっていまして、マイナーでは毎年20盗塁以上を記録していますし、外野手としての広大な守備範囲を生み出しているとも今回評価をされていました。ただトランメルに関して少し残念なのが、外野手としては肩が弱い部類に入りまして、せっかく守備範囲は広いんですけれども、肩が弱いせいで将来的にはレフトになるんじゃないかという懸念も残っている選手です。でバッティングの方に関してはスイングスピードは非常に評価を受けているんですけれども、ただまだまだ荒削りと言いますか、空振りも非常に多いですし、アプローチにも改善の余地があるということで、マリナーズに加入してからも代替地でのキャンプでそういったアプローチの改善に取り組んでいたようですね。ちなみにトランメルは昨年ルール5ドラフト対策の一環で MLB の40人枠に入っていまして、ディポト GM はケレニック、そしてギルバートとともに来季 MLB に昇格する可能性の高い選手としてこのトランメルの名前も挙げていました。なので来季シアトルでこのトランメルがプレーする姿を見る可能性は高いんですけれども、ただ選手として荒削りな部分が多く残っていますし、外野陣はケレニック、ロドリゲスが控え、また MLB には昨年新人王に輝いたカイル・ルイス、さらにはようやく怪我から復帰予定のミッチ・ハニガーもいますので、トランメルの潜在能力は非常に楽しみなところではあるんですけれども、彼に残された時間はそう多くない可能性があります。トランメルがリードオフに座ってスピードを存分に活かして大暴れする姿は個人的にすごく見たいところではありますので、なんとか早くバッティングの方がついてくるといいなと思っています。
ということで今回 MLB.com のプロスペクトランキングに6人のマリナーズの選手が入りました。個人的にはノエル・ビマーテが入らないんだというところは少し意外だったんですけれども、ただ今年マイナーで実戦経験を積めばおそらく来年のランキングのかなりいいところに入ってくるかと思っていますので、こちらも楽しみにしているところです。来シーズンはいよいよマリナーズが誇るマイナーシステムから MLB に旅立つ選手が増えてくると見込まれていまして、この動画中でも触れましたが、ケレニック、ギルバート、トランメル、そしてこの MLB.com のランキングには入りませんでしたが、キャッチャーの有望株であるカル・ローリーもおそらく昇格してくるのではないかと言われていまして、来季は若手の台頭が非常に目立つ1年になるんじゃないかと期待しています。2018年12月にチームを解体してからケレニックらを中心としたメンバーを集めてチームの立て直しを進めてきましたが、ようやくその集大成となるシーズンが近づいてきました。マリナーズは今年プレーオフを逃すと20年連続でプレーオフを逃すという不名誉な記録となるんですけれども、近い将来マリナーズがプレーオフへ進んで負の歴史から解放されることを祈っております。あとそろそろ助けてください。とりあえず今回の動画をご覧いただいて、今 MLB でどのチームを応援しようか迷っているという方に関しては、じゃあマリナーズを応援しようという気持ちになったかと思いますので、当チャンネルでは引き続きマリナーズ関連の動画も上げていく予定となっていますので、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。